どうもコマです。今日もニノクニ2実況をやっていきたいと思います。無限洞窟、違う、無限迷宮、9分の7までクリアしました。続いて9分の8やっていきましょう。あと2個でクリアですね。っていきなりテレスポットがありますね。黒書洞窟、お、専用のテレスポットがあるんだね。しかもなんか洞窟の中からすげえ砂っぽいのが出てくるんだけど、あー、なんか目痛そう。さあ、まあ難しいだろうね。結構正直前回の7個目も割ときつかったからね。特に最後のボスのライゴーだっけ、あいつがきつかったよ。これなんだろう。はい、岩、黄金、鉱石、金ってことか。行こう。お、なになに、びっくりしたー。え、待って、レベル62だって。マジかよ。どこどこ、いた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 、よいしょ。レベル62か、ここで。これは確かにちょっと難しいかもな。あ、よっ、蹴り、蹴った。おお、雑魚でレベル62か。まだ迷宮入ってないからね。ちょっと不安。行こう、8個目オープン。さーて、今度は最深部は何階だろう。15ぐらいかな。お、獲得ゴールドアップ。よいしょー。なにこれ、イカれる原木。めっちゃ怒ってるよ。さあ、敵のレベル51。あー、まだいけるね。よし、行こう行こう。はい、よっ、来た。何すんだー。はいよー。あー、ひどい。よし、入っちゃおう。いいです。デンジャーゲージが早く進む効果は勘弁してほしいんだよね。まあ正直この辺りって動画にしても、あ、セーフティーフロア、あんまりこの緩急がつかないっていうか、あんまり見どころもないからね。ちょっと飛ばしていきましょうか。見どころがあるところまで飛ばしていきましょうか。あ、青宝箱30個開ける？開ける？開けようか。いいもん出ろ。お、何？体表の鉄壁ブーツ。鉄壁ブーツかー、弱いんじゃねえかなー。そんなに多分強くないよね。あー、微妙。94、84だって。あ、これより強い。あ、これより全然強いじゃん。でもね、霧のダッシュブーツね、回避無敵時間アップっていう頼もしい効果がついてるからね。ちょっと、ガットーさん変えようか。ガットーさん、あ、でもこっちの方が強い。精霊の鉄壁ブーツが強いな。受けるダメージそこそこダウンついてる。これにしようか。ガットーさんね、あまり、あまり思い入れがないというか。おっさんだしな。おっさんがおっさんを操作して何が面白いのかって話ですよ。あ、人がいる。あれ、しかも初めて見るタイプの人だ。はい。絶対当たる先生術師。何を隠そう、私は先生術師。私にかかればありとあらゆることを見通せる。そのうちの未来占ってやることもないがどうする。代金は5000ゴールドいただくわな。お、面白そう、やってもらおうか。はい、よかろう、代金をいただこう。なに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 、うん、むむむむ、見える見えるぞ。は、なんだ、この次のフロアでトピックスが発生する。そしてその内容は、え、この次のフロアってドアくぐったらすぐわかる内容じゃん。そんなすぐ近くの未来なの。もっと遠い未来。うん。お、何？とにかく危険な星の動きを感じた。これは進むべき道ではないということだろう。なんだ？何？帰れってか？やだよ、帰んないよ。え、何？5000ゴールド払ったんだけど。ナイトのゴワ布。マジか。
いいよ。そんな警告無視してやる。俺、先へ進むんだ。いっけい。さあ、トピックス。南山章。はい。デンジャーゲージ上がりすぎ、やばい。これやばい。早くドア見つけないとやばい。いかん、ように上がった。次行こう。早く次行こう。かー。よし。よかった。割とすぐ見つかってよかった。焦ったー。よいしょ。あれかな？あれだな。レベルいくつだよ、あいつ。見たこともない立派な盾紙を持ってらっしゃるけれども。いってれー。私に任せて。マンティコアだって。いきなりウィンドだ。よいしょ。おい、やった！すげえ！マジか！もう一発！いかん！怖い！なんかすげえ攻撃してるぞ！あ、大丈夫！よし、もう一発！すげえ！よいしょ！危ない！うっそ！強い！強い！やばそう！なんかやばそう！大丈夫みんな！エヴァント大丈夫！おお！でした！はい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 、やばい、体力やべえぞこいつ。ちょっとずつ削っていこう。焦っちゃいけない。ちょっとずつ行こうよ。ちょっとずつ行こうよ。いかん、なんか、あ、やばい。逃げろ逃げろ逃げろ。大丈夫、大丈夫か。あ、倒れた倒れた。ナイスフニャ、ナイスフニャ。食べろ食べろ。あー、いかん、ちょっと待って、敵が食べてる。逃げろ、やばい。何食べたか分かんねえな。おし倒した。おお、オーブいっぱい。ヒーラーのペンダントをゲットしました。ヒーラーのペンダントってなんですか。 HP 回復量アップ。いや、どうかな、あんまり魅力は感じねえな。25個、これ開けていいんじゃないの。開けよう。灯火のビッグハルベルト。わー、弱そう。マジか。シャーティーさん、困りましたね。どうしようかな。パーティー変えようか。たまにちょっと別のキャラを。じゃあ、しょうがねえな。うわー、おっさん。おっさん出してやるか。使ってやるか、おっさん。おっさん遅くね？移動スピードって変わるのかな。行きます。13回いかん。で、デンジャーレベル。あー、たったったと。よし、すげえ効率がいい。捧げよう。おお、3に戻った。あ、特に HP とか回復しないね。お、17個じゃ開かないよね。あ、30個開きません。行こう。はーい、14回、あと3フロアぐらいあるかな。お、出現する装備品の品質アップ、いいじゃん。あれなんだ、人がいない。あ、人がいる。何この人。ハロー。素材好きの男。素材っていいよね。石とか、樹液とか、野菜とか、布とか、いろいろあって。とっておきのお気に入り持ってきたんだけど。おう。オーブと機械にプレゼントしてもいいよ。オーブ10個で、素材10個。え、興味ある。渡す。あ、先に渡すんだ。え、何くれんの？小粋な細紐。うんうん。なんか価値がいまいちわからないんだけども。よし、行こう。15。お、ボス戦じゃん。行こう。え、ガットでいけるかな。はい、来た。最終フロア。あ、ここも15階が最後だったね。あ、いた。なんだあれ。アージン系ですね。あー、たけってるたけってる。
マージン系来ましたね。うん。いいんじゃない？よし、が。どうかな？加藤さんで、いけるかな？ほらー！ブーマンキング。ブーマンが、危ない。はい。おいよ！あ、吹っ飛んだ。飛ぶじゃん。あ、遅い。真正面やばい、真正面やばい。あー、びっくりした。もう振りが大きそう、危ない。いた、届くね、届くね。ほらほら、はい。うわ、あ、ちょ、やめて、それダメ、それダメ、それダメ。やばい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 。おっしゃ、いけいけいけ。結構隙はあるよね。あー、受け取りたい。おっしゃー、ムッキムキ、ヒゲムッキムキ。待て、ほら危ない。ほら、おおおお、いいね。もう一発、ほらほら。お、はめた、はめた、はめ攻撃だ。もう一発、はめろはめろ。おっしゃー、いった、よっけ。あ、いけた、全然いけたね、こいつ。よかったー、やった、無限のかけら、城ゲット。宝箱なんかあったあったあった。あ、ずっと気になってたんだよね。あ、三つ葉のヒールハーブ。さーてと、いよいよ次はラスト9個目の無限迷宮なりますね。はい。まあでもまだなんとかいける感じだね。ムッキムキポーズ。よーし。暑苦しいな。ただでさえ実況してる部屋が暑いっつうのに。ちょっと変えよう。エヴァン君。さあ、じゃあ次行きましょうか。はあ、こんなところ。ほう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 。そこビエイル神殿。うまいね。おお、すごい。よし。じゃあ、ラスト行きましょうか。ゴー。おお、なんかいきなりでかいのいるぞ。ブーマンじゃん、また。あー、結構強いなー、強いっすねー。よし、長くなー、ブーマンナイツ。危なーい、危ない、危ない。ちょっと、わっ、はい、怖い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 。よいしょ、うん、いけるいける。これぐらいのレベルになってくると、レベル10ぐらいの差なら、どうとでもなるというか。嘘！魔晶器モンスター？え、倒さなきゃダメ？ああ、倒さなきゃ先進めない。悪意のもと。そんな、味のもとみたいに言われても。行くしかないよね。ちょっと待って、グニャール系だな。マジか。行くか。行かないと先進めないもんね。おお、マジかよ。行こう。はい。ああ、うわあ、52ならいけるかな。多分こいつ分裂するんだよね。痛い。ああ、ちょっと待って、結構食らう。結構食らうんだけど、え、大丈夫かな。お、いいぞいいぞいいぞ。痛い痛い。ほらほらほら。あー、やばいやばい。お前近づかない方がいい気がするな、こいつな。こいつ近づくんだけど、あー、これこれこれ、やべえわ。おお、すげえ食らってる。あれ、やばくない。あー、増えた。
任せてちょうだい。無縁じゃない。よろしくね。あ、やばい。シャリア。シャリア。マジかー。使うよね。それは使うよ。でヒールドロップも使おう。痛い痛い痛い、ちょっと嘘、そんなんある？いや強い、海すぎ海すぎ、あちょっと待って、これ痛い、あー危ない、もうやめて、シャリアさん無茶しないで、おっしゃ与えた、結構与えたけど俺もやばい、嘘だろ、ガットガット、あーシャリア、え、ちょっと女神の涙これ使った方がいいな、やべえやべえわ、体力減ってるやつ、シャリア、いやいやちょっと死にすぎだろ、これを使う、ああちょっと待って、よろしくね、ちょっと待ってよ、ちょ、まあ、4体もいるんだけど、どうせばいいこれ、やばいってやばいって女神もう一回で、待て待て、マジックアロマ、はい使うか、あーそんな回復しないな、もう一個、よしで、めった切り、デタラメ切りか、使おう、あー死にそう死にそう死にそう、おいしどうした、あーそうかそうか、本体だけ倒せばいいんだったっけ、決めてみせる、決めてみせる、ペインアーチ、何シャリアさん今頃生きてんのあーきつかった、よかったはい、人玉ねえ、デカ大陸の東にあるシラスの森って知ってる、知らない、今の扉を見かけたんだけど入れなくて、あれそれって無限迷宮の扉、知らずの森なんて言ったっけ、ここで倒れる寸前についそれを思い出しちゃって、今ねあの扉の奥が気になって成仏できないんだ、知らずの森言ったっけ、よしじゃあちょっと気を取り直して無限迷宮行きましょう、よしじゃあ最後の無限迷宮行ってまいります、パッカーン、さてとー、ソコビエール神殿の無限迷宮、20回ぐらいまでありそう、最後のボス強そうだな、さあ参りましょう、爆炎の化け物狩り弓を手に入れた、何それ、すげえインパクト名前だけあ強いぞ、え何これすげえ強い、化け物狩り弓だって、でも毒音にするのも結構魅力なんだよな、ちょっと様子見で、毒ダメージバカにできないからね、なんじゃお前、はい、硬いねやっぱり、あ、なにちょっと、こんなタイミングで、こんなタイミングで覚醒したまんま下のフロア行けるのかな、試しにやってみよう、はい、どう覚醒してる、覚醒覚醒、あー終わってる、残念、サクサク行きましょうよ、サクサク。ん？今あそこにあったか？あるな、扉。最短距離で行こう。あ、強い！後ろから。離れてやるから。ちょうど。あ、ひどい。お、やった！怪力の階層トライデントだって、槍ばっかりだな。槍ばっかだな。ちょっと久々にセシリウスさん。あ、弱っ！槍の攻撃力すげえ弱い。200台が1個もないな。かわいそう。これか。
いいね。よしよし。セッシー入れてあげるか。最近使ってないから。おっさんの代わりにセッシー入れよう。はい。おお。よしよしよし。かっこいいよ。はい、行こう。次は5階セーフティーフロアかな。あれ違う。あ、もう6階か。こっちの方が早いんじゃない、移動。セシリエスさん、ダッシュに隙がない気がする。あれ、人がいない？誰だ？何、お姉さん。私ね、赤い箱と青い箱持ってるんだ。箱の中身を知る女。箱の中身はオープン30個か石ころ5個。あー、なるほどね。5000ゴールド、いいよ、買おう。じゃあ、一般的には赤は危険なイメージがあるけど、あえてここは赤。先にお題をいただいておくよ。安いもんだよ、オーブ30個。よし、いただきます。イエーイ。石ころ5個やないかい。どうしてくれんじゃん。あなたが選ばなかった方の箱の中身、そんなもの知る必要があるのかしら。両方とも石ころだったんじゃねえのか、姉ちゃんよ。しくしょう。はい、硬いな、やっぱりレベル高くなるとやっぱり硬いね。さあ、力を見せなさい。最高、いいね。範囲攻撃だから結構いいよ。あれ、それ落ちない。あ、やった、水流の大鉄椎ガンガン。あ、まだいるな。どこにいる。あ、いたいたいた。ないとか。よし。おい。オーブ45個も溜まってんじゃん。すげえな。さあ、大鉄椎ガンガンってことはですよ、あなたですね。おお、めっちゃ強。魔晶器モンスターダメージはちょっとアップだって。いいね。ごめんよ。レベル70か。強いな、さすが。旋風の大鉄椎ガンガン。ガンガン系がすごいね。あー、強い強い、これも強い。よーし。あ、まだあるね。16回も最後じゃない。ここまで行くんでしょう。強い。あー、扉があった。さて、参りましょう。強いですよね。よいしょ。そうで、クンヌニール。あー、光属性だからあんまり効かなかった。69か、強いな。でも俺の勝ちだ。あ、宝箱。さてと、安らぎの精霊ペンダント。あれ、なんかペンダント系の2とか3とかついてたけど出なくなっちゃったね。あ、まだある。17回も行けます。やっぱり20ぐらいまでかな。最後の迷宮だけあって、長いんじゃないの？デンジャーゲージ上がりやすいって言ってる。ちょっと待って。やばいやばいやばい。やばい、癒しの像がないと、デンジャーレベルが5になる。今5になる直前で下げれると一番いいんですけどね。ダメですね。あったけど間に合わねえ。どうになっちゃったよ。え、レベル 78？ 強いんですけど。
でも1体を3人でポコればいける。あーまだ向こうにもいるじゃん。あーやばい、これはやばい。いや硬いよ、硬い。おが痛い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 。ちょっと待って、痛い。ちょっと81？ いや、やべえよ。あ、ちょっと待って、トゥーマニー。やばいやばい。テンチャップでさらにもう一個上がる。あ、待て待て待て。やばいやばいやばい。やばいって、やばいって。上がる前に。あー、よかった。ギリギリ間に合った。準備いいわよ。あれ、嘘？あ、嘘。あー、僕に上がる。僕に上がる。僕に上がる。なんか俺が死ぬ。あーあれ待って、5がマックス、もしかして5 100% だったよね。あれちょっと一回試しにキャンセルしてみていい？あ、5がマックスだ。じゃあ1個下げましょう。さすがにこの状態でボスは辛い気がする。おお、強えわ敵。びっくりした。ないんだもん。ダメージ40って。よし、行こうか。あ、来た。18回か。行きます。ああ、どんなんだ？何が出てくる？もう一個下げることもできるのか。それも癒しの像あるもんね。不審の怪人。あ、これか。弱っ。ああ、でも隠しスキルがあるね。もう一個下げとくか。オーブ余ってるしね。30個、すげえ。やっとく。はーい。あー、あれはグランナイト系だね。厄介だな。回復しておこう。あ、いかん。回復も全然買ってないから少な。ちょっとパーティー変えるか。変えよう。エヴァン、ローラン、シャーティの初期メンバーでいきましょう。よし。じゃあ、カチン種でしょ、あれは。カチン種ですよね。かな。さあ、いよいよラスト。いけるかな。行ってみましょうか。よっす。ブラックヘリオス2。おーい。こっち向いた。来るぞ。ちょっとフィニャを有効に使っていきたいね。危ない。あー、ローラン。おいよいよ。まあ、近づきたくない。あ、今待って。おっしゃ。な。ほら。おっしゃ。いいぞいいぞ。いけいけ。チャンス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 。チャンス。危ない。でも結構食らってる。ちょっと待って。まあ大丈夫かな。どこ行った。え、いた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 。もう一発撃てるかな。よいしょ。わっ、おお、来た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 。怒ってる、走ってる走ってる。あ、いかん、シャーティーやばい。ローラも使っとこう。おっ、はい、危なっ、痛い。さあ、もうちょいだな。わっ、ほら、あ、ダメかダメか。丸まってる時にね、一定ダメージ与えればいいんですけど。危ない、危ない。ちょっと待って、わー、だちょっと待って、お前何やってんだよ。あ、なんかやばい、なんかやばい。よし、オッケーオッケー、いいぞ。ひよってるひよってる。よろしくね。いけいけいけ。
ほら、よっしゃ、もうちょいもうちょい、いけー、よっしゃ、やった、オッケー、黒煙のペインアーチゲットした、熱っ、よし、すべての湯気のかけらゲットできました。よっしゃー、あー結構ドキドキしたな、でも面白かった、今のあのボス好きだな、楽しい、あー戻りましょうか、よし、じゃあ千光さんに会いに行くか、千光さん確かゴールドバウンドにいたよね、公文書館にいた気がする、よっしゃー、これで渡せば仲間になってくれるのかな、行こう、はーい、エルドラさんは別にいいや、先行さん、あ、いたいたいた、持ってきました、ね、先行さん、無限のかけらを9個集めてきたよ、千光さんじゃなくてプロフェッサー千光と呼びなさい、前も教えたでしょ、50点減点でっかいな、でもあなたの成果は賞賛に値するは100点ね、それをおまけしてボーナス100点、おやった、すげえ、あ、全部で何点になったんだろう、やはり選ばれし王は違うわね、あなたに会えたことは私にとってもかなりの幸運だったわ、僕が王だって知っていたの、ええ、異次元のこと以外であれば大体わかるわ、プロフェッサー専攻はこの世で最も博識だと覚えておきなさい、なんや、もう突っ込む気も失せてきたわ何してんの、選ばれし王兼優秀な聴衆にこれを進呈するわ、お、なんですか、何、光り輝く無限の鍵だって、さらにもしかして難しい無限迷宮があなたが集めた欠片を使って無限の鍵を改良させてもらったの、へぇ、あんや、後ろ向いてゴチゴチしとんな思ったら鍵じっとったんかい、ええ、これであなたたちは、あ、ここで知らずのと、さっき言霊、え、言霊じゃないや、魂の人が言ってましたね、より上位の扉を開けることができる、おお、より上位の扉って他にも無限の扉があるの、さらなる冒険があなたを待っているわ、マジかよ、盛り上げて出たかいせめてもっと楽しそうに言ってほしいわ、あら、盛り上げどころが欲しいの、だったらちょうど盛り上がるネタがあるわ、何、あなたが無限の扉の向こう側で体験したことは様々な手段で私の元にデータとして集まっているの、うん、え、いつの間に、おかげで論文がまとめられるほどデータが集まったわ、あなたたちの名は、検証協力としだとして論文のクレジットに追加してあげる、そうですかあれこれでどう、この私の論文に名が乗るのよ、点数に換算すると500点ぐらいの価値があるネタね、もう基準がね分かんないんだよねそこが盛り上がりポイント、謎の点数とイコの姉さん評価基準がワイルドと違うで、ね、とりあえず鍵はもらっておくよ、それじゃあプロフェッサー論文執筆頑張ってください、うん、ほら帰ろうとするんじゃない、話はまだ終わってない、エスタバニアに移住させてもらうという報告が残っている、お、やった、そっかそっか、え、すごいプロフェッサー千光さん、凛々しい顔だね、いいね好みです、千光さん、僕の国に来るの、そろそろ腰を落ち着けて論文執筆に集中できる場所が欲しいと思ってたところなの、聞けばあなたの国ずいぶんいい評判じゃない、プロフェッサー千光の部下にふさわしい逸材も見つかるかもしれない、ちょっとみんな大事な国民なんだからあんまり変なことはさせないでよ民思いの王ね、私のふるさとの王とは大違い、まあ私のことは置いておいて、え、どこなんだろう、どこの国の人なの、もちろん私の知識をあなたの国に提供しておくってよ、第二の我がふるさとと言えるレベルまで発展させてあげる、おー、よろしく、頼もしいような、なんか怖いような、とにかくこれからもよろしくね、先行さん、ねえプロフェッサー先行よ、50点減点あ、また減った最後に減ってきた、よー、やったー、無限迷宮の、そっか、異空間研究所全然使わないどころか立ててねえしな、仏運アップの首飾りゲットしました、え、仏運アップの首飾りって何、なんですか、仏運だからアイテムが出るってことですかね、宝箱出現確率はちょっとアップ、おー、いいね、ちょっと装備しておきましょうか、
はい。じゃあ次回はあれかな、知らずの塔に行きましょうか。あー、メルドラさん聖剣グラディオン現代に復元させたって やるわね、あんた私の見込み通りじゃないの。はい、じゃあ次回知らずの塔ね。えこんなこと言われたら行きたくなるよねはい、さらに難しくなった無限迷宮やっていきましょう。はい、というところで今日はこの辺りでおしまいにしたいと思います。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価よろしくお願いします。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。